で、じゃあ次にですね、その不動小数演算におけるあの誤差の話をします。とまずその、まあ、不動小数演算をしますと、その演算というのはその加減乗除ですね、あの演算をしますと、まあ、あの そもそもがあの有限桁で近似した数ですから、誤差が生じるわけですけれども、その中で特にいくつかの誤差が発生します。でそのうちの一つが丸目誤差と呼ばれるものです。これはまずその与えられたあの真の値 x を、まあ、不動小数 x' で近似することで生じる誤差のことを、まあ、丸目誤差、ラウンディングとか近似することを丸目と言いまして、その、まあ、実数を不動小数に近似する際に丸める際に生じる誤差を丸目誤差というふうに言います。一応あの次の話をするために、その相対誤差と絶対誤差のことをもう一回復習しておきますと、まあ、こういう形になるわけですね。でその丸めの際に、ある概念としてこのマシンイプシロンという、値が出てきます。でこれはですね、そのどういう値かというと、その非ゼロの不動小数を丸めた際にですね、こう丸目誤差が発生するんですけれども、その丸目誤差の、相対誤差の最大値のことをあのマシンイプシロンというふうに言います。でこれはその各計算機 その不動小数 あの体系によってこう定まってくるんですけれども、ここではその、まあ、X をまあ非ゼロの真の値として、それからあの X' をまあ、不動小数に丸めた値とします。で、で、それから、F のミニマムっていうのを、その非ゼロの不動小数の絶対値の最小値として、で、その F のマックスっていうのを非ゼロの不動小数の絶対値の最大値としたときに、まあ、この相対誤差をこう見ていくわけなんですけれども、まあ、あの実数 x が与えられました。でその、 あの実数 x を不動小数 x' で近似しました。でその時の相対誤差を、まあ、こういうふうに表しています。でそこでこの x をですね、そのあらゆるその計算機で表現できる、計算機に与える、まあ、実数として取ってですね、でまあ、この体系で近似できるその不動小数全部取った時のこの相対誤差の最大値をイプシロン、マシンイプシロンというふうに定義します。でこのマシンイプシロンなんですが、x を1と置きますと、この1プラスイプシロンが1に等しくないっていう、だから1と異なる値を表現できる正のイプシロンの最小値とも定めることもできます。先ほども述べたように、この不動小数っていうのはその、まあ、実数の区間の中でこう飛び飛びの値を取るっていうことを言ってましたけれども、その中で、まあ、x イコール1に最も近いこの不動小数で表せる数っていうのがあるわけですよね。だからその1からその1に最も近い数まで の距離のこともマシンイプシロンが表すと言ってもいいことになります。でこれがある意味そのこの与えられた体系の不動小数でこう表せる、まあ、精度というか解像度というかそういったものに相当すると思ってください。でまあ、不動小数の仕組みの話はこのぐらいにして、もう少し現実の話を紹介しておきますと、その現実 その計算機では、IEEE754 の不動小数規格というのが使われております。でこれはと、まあ、事実上の標準規格でして、まあ、皆さんが使っているいろんな計算機で使われております。で、まあ、1985年に最初の規格が作られまして、
で、まあ、現在使われている規格は2008年に決められたものです。で、規格自体はですね、2進数と10進数を対象にしていて、でしかもそのいくつかの制度別に複数の規格からなっているんですけれども、まあ、この我々の使っている計算機で最も広く用いられているのは、その2進数の倍制度と呼ばれる規格です。で、この2進数の倍制度によるこの IEEE754 の倍制度の規格というのを一応ここに書いておきました。まあ、これは詳しくは触れませんけれども、一応その皆さんが使っているパソコンですとか、それから携帯電話の小数部分というのは、大体この体系で動いています。一応、一番左側に符号ビットがあります。それからその左側、さらに11ビット分が指数ビットですね。で、残りの52ビット分で仮数部を表しているんですけれども、実はこの仮数部の表現では、この整数にあたる 1. 点いくつのこの1の部分は常に1ですから、省略しています。で、これも暗黙の仮数ビットというふうにも呼ぶことがありますが、こういうことで、省略している整数部分の1桁を加えて、まあ、53ビットの仮数部に来るということで、実際の実数は、この下の方にある式で答えを付けられているということに、で、確認しておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。それからあと、このテキストには、セクション 2.1.3 で、グレイコードの話がありますけれども、これはちょっと時間の都合で省略しますので、まあ、興味のある人は各自で見てみてください。あと、マイナス2進という話ですね、セクション 2.1.4 にもありますけれども、これも省略します。ということで、今回のまとめとしましては、今回はそのまず2進数、のを導入しまして、で、まあ、符号付き整数の表現、特にその2の歩数に関する表現を行いました。で、次にその実数を有限桁に近似するやり方の一つとして、まあ、不動小数を導入しました。で、不動小数の、まあ、絶対誤差と相対誤差ですね。それから、あと、丸目誤差とマスイプシロンの話をしまして、まあ、最後に IEEE 不動小数規格の話をしました。ここまで何か質問ありますでしょうか。で、一応ですね、今日の話を聞いてすぐについていけないなと思った人は多分その教科書の先をテキストの先をですね、次回までに少し読んでおいた方がいいと思うんですけれども、次回は、この多精度整数の表記と加算という部分を、やります。まあ、このテキストで言うと15ページのセクション 2.1.5 の部分ですね、から17ページぐらいまでの部分ですけども、そこの部分をやりますので、まあ必要な人は各自内容を予習しておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。